それではパネルディスカッションを開始いたします。本日のパネルディスカッションでは、基調講演をいただきました東京大学西谷教授にファシリテーターをお務めいただきます。また、パネリストとしてシンポジウム前半にご講演いただきました日本郵船株式会社石澤様、日本エキスプレスホールディングス株式会社運野様、味の素株式会社堀尾様にご参加いただきますとと,ともに、ここからは 主催省庁より、国土交通省審議官、公共交通、物流政策、自動車局、港湾局担当のかのも参加して実施いたします。なお、パネルディスカッションの最後に質疑応答の時間を予定しておりますので、会場でご参加の方は挙手にて、オンラインでご参加の方は、ウェビナー Q&A 機能にてご質問を受け付けます。 お時間の都合上一部の質問のみのご紹介となりますことをあらかじめご了承ください。それではここからは西谷教授にご進行いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、えー。それではあのパネルディスカッションをあの始めたいというふうに思います。えっ、ー、と先ほどあのご,ご声いただいた三名の方とあと国土交通省の,省の岡野審議官にも、えーえー、ご参加いただいております。 えー、本当にあの聞いててワクワクするあの話が続きましたが、えー、何かあの共通点もあるしいろいろな,なこう視野の違いというのもあるなというのを感じて、えー、聞いておりました。でえーとまあ、自治体験も踏まえてこれまで3名の方には、えー、これまでの,、まあ、の話を自分の経験も含めてメッセージもいただきましたが、えー、本日のテーマですね。テーマは まあこれからの物流を牽引するあの中核人物像というものを皆さんと議論していきたいと。まあだ段だったら物流のいろんな問題点とその解決の話を我々よくやってますけど今日は人材ということで物流をまあ牽引してもらえる中核人材。 で今日はもうスーパースター3人、ね、いらっしゃいますので、まあ、こういう方をどうやって我々育てていけばいいかも含めてあの中核人材という話を中心に、えー、と皆さんにいろんな違う立場の,の意見をあのいただければというふうに思います。でいくつかの質問をちょっと用意してありまして、えー、基本的には3つないし4つの質問を私の方からあの皆さんにちょっとお尋ねして,してでそれを受けて。 まあ何かかご意見があればな、まあ、なディスカッションもできるかなとただ、時間も限られておりまして、1時間ちょっと今日ぐらいであのなので、まあ、あのうまくまとめていければというふうに思っております。よろしくお願いいたしますはい。で、まずですね、やっぱりあの堀尾さんの話、やっぱりちょっとあの胸を打ちまして、私ですね。<laughs> あの最初の質問、私、一番これ、聞きたかったのはあの、特にメーカーさんですね、多くの企業で、物流起点で経営戦略を考えるということが、あんまりこうできていないんじゃないかっていうふうに思っております。まあ、海外では、ね、そういうのをよく聞くんですけど、あのそれは、まあ、荷主さんはもちろん物流の会社ですけど、メーカーさんは物を作るわけですよね。 で物流を考えて物を作れるか、例えばあの前も経産省の中田さんともお話ししたんですけど、四角いスイカを作った方がいいんじゃないかと、物を運ぶには丸いより四角い方が運びやすいんじゃないかという話で、物を作る段階からすでに物流を考えられるか、まあ、そういった意味であのメーカー等において物流規定で経営を考える必要性と難しさというところですかね。ラインのあのプロジェクトっていうのはまさに まあ、あのそれを乗り越えて、まあ、自利利他の精神とか、まあ、そういったことだと思うんですけど、そのあたりで、あの一般の話でもか構わないですけど、メーカーで物流起点で経営戦略を考えられるか、それが難しければどうしてなのかっていうのを、ちょっとずばり、ちょっとまずは聞いてみたいというふうに思うんですけど、難しい質問から始まって、すいません、どうもはい、えー、すごい難しい質問だと思いますね。あのー 本当に個人的な考えになってしまいますけれど、えっと、ちょっと妙な言い方になってしまいます、あのご期待し,していただいている答えではないかもしれませんけれど、僕は日本の物流業者さんが優秀だったからだと思います。だって困らないんです、もん困らない、そこにリスクを感じていれば、当然そこに目は行くはず。 だったと思いますこの30年40年でもそこに目を行かずともものがちゃんと自分たちが作ったものが届けてもらっていたたとえ大雪であっても何であっても届けて、えー、もらっていたそれは人数がいたからとかっていうのも特殊な事情はあるにせよそれはやっぱりそこに手を打たなきゃいけないっていうことを気づくいとまも,もないぐらいちゃんと。 届けてくれてたっていうのは、僕は忘れてはいけない。あすみません、素人なんで、あの、よくわかんないんですけど、私はそれでかいと思います。で、やっぱりそこがあの経営者は空気のように、当たり前のようにある物流っていう感じになったんではないかというふうに。 思っていますもう少しだけ話させていただくと今回の F ラインプロジェクトのきっかけになったのは実は2013年の12月にトラックが取れなかったってことそれから2014年の3月に増税前の全外でトラックが全く今まで当たり前のように取れてたトラックが取れなかったっていうことに経営トップがターンを発してこのプロジェクトを立ち上げるっていうふうに決めたわけですから。 当たり前のようだったものが当たり前じゃないぞっていうのが気づいたやっぱり K トップがそこに気づいてコミットしてくれて立ち上がったプロジェクトだったからこそうまくいったんではないかっていうふうに思っていますすみません答えになってるかどうか分かんないですけど,、はい、なるほどありがとうございますあのやっぱり物流は、まあ、わがままを言ってもなんか運んでくれるとか。 あのいろんな矛盾を吸収してくれるみたいなのがあってもしそれが危機の場合には多分それがあ運べないんだったら自分でなんとかしなきゃいけないっていう多分今そういう時期に来てると思うんですけどそのずっと長年やってこられた物流会社のあ <laughs> の人はどうでしょう今の発言を聞いてあのとんでもないというのかそれとも、えー、いや僕たちも頑張ってね儲けさせていただいてありがとうというのかちょっと。 聞いいいてみたいですよね <laughs> ぜひよろしくお願いしおます <laughs>、はい、じゃああの,あの今の堀尾さんのお言葉っていうのはあのまさしくあのそういったところに活路を見出してるというかあのそういったお付き合いを大事にしてきたっていう業界でもあるのかなというのがこれあの個人的なあの、うん、感想なんですけれどもあの先ほどの,そのいろんな災害の時とかにこの物流ってクローズアップされるんですけど。 普段はやっぱりあの水道の水のような感じで <laughs> どこでもこう流れているそこにこう乗っかってくるので普段はそはありがたみだとか分かんないんですけどその危機になった途端にクローズアップされるだけどその危機があの収まった途端にまた忘れられるというこういう難しい業界かなと思ってますんでそこはあの先ほどの堀尾さんのようなあの ノシさん側が物流を起点にいろんなあの課題提供されておられるというところに、われわれもご一緒させていただいて、この物流のおまあ潜在的な課題であるとか、その必要性であるみたいなものをこう議論して発信していく必要があるんじゃないかなというふうにちょっと思っているところでございます、はい、<laughs> まあ確かにですね私もこのライオンで悩まされてるなんていうのはです、ね、あまりお客さんにお話したことはないわけでございます。 ですねこういったトラブルというのはですねどうもその、まあ、こういうね機会を頂い,いたんでいろんなあの問題点はあのお話しするわけでございますけども日常のあの仕事をあの業務を遂行していく中でですね、まあ、いかにです、ねえー、お客様にお、えー えー、お客様の悩みをです、ね、のない世界というのをです、ね、目指してやっているところがございましてです、ねまあ、プロの教授と申しますか物流の悩みのない世界というのは実は私の,あの事業経営をインド時代にやった頃の,あの一つのキャッチフレーズで全従業員に言ってたもんですからあまりそのお客様にそういったことを、まあ、あのいかに感じさせないかというのがまあ あのね、内だっったところもあってですねちょっとその何ですかね確かに、えー、今、あのー、お話を伺ってですねハッとする動画がございましてうんなるほどあのそういうご視点があったんだなというのはもうあの強く感銘を受けた次第でございますであのー、これはすごく深い話かと思いましてそれに対する対,対価がどんなもののかすごく難しいですよねはいあのそれこそ何,何かあの、えー、社会全体で考えなきゃいけない あのー、そうすると、輸入様でもなければあ、物流会社でもないですね、えー、それこそあの公共のですね、えー、視点から、あるいはアカデミアの視点からです、ね、でいろいろな分析をしていただくことが、ですね、まあ、大きなですね、なんていうんですかね、うん、あのーまあ、評価軸というか、あこういった過剰なことをやってるんじゃないか、あるいは、えーえー、ちょっとつや,やりすぎじゃない,ないか。あの とといったことをです、ねあのえー、分析するです、ね、一つのですか、ね、切り口として第三の立場というのはもしかしたら必要なのかなという気をし、はい、しままた、はい、ありがとうございますそういう意味ではあの国土交通省の岡野、まあ、審議官にお聞きしたいんですけど、まあ、国としてもやっぱりこうメーカーさんから、まあ、物流業者の流れで,で物流業者が無理してるんじゃないかと。 そうするとホワイト物流とか、まあ、いろんなあの取り組みをさせてあのしていただいてで物流業者を非常にこうあのなんとか元気づけようという取り組みがたくさんあるんですけど今の話を聞いてあのどういうふうにこう感じられたか国の立場としてちょっとお聞かせいただけると、はい、ありがとうございますあの今のお話を伺ってです、ね、あの思ったこととしましてはまさにそのお、まあ、物流がですね あの十分に重視されていない理由というのは私も2つあると思っていて、まあ、重複しますけれども1つ目はやはりそのあの物流のです、ねえー、可視化がされていない。 あの先生のお話もありましたけれども日本の場合どうしてもその商品価格の中に輸送費ですとかそういったものが含まれてしまっていてなかなか表に出てこないとそういうことからですねあの物流サービスの差別化あるいは付加価値をつけるというところのまあインセンティブがあまり働かなかったりあるいはもう価格競争だけになってしまったりするというところがあるのかなというのが1つとそれから2つ目としては先ほどの,その,あの日本の,その物流業者さんが優秀だったからというお話にも通じるんですけれども 物流業者さん特にその現場の作業担当者の方が優秀であるというところが大きいのではないかなというふうに思っておりますやはりその何か問題があっても無理をしてても何とかしてしまうとそうすると経営陣の方もあまり危機意識とか問題意識を持たないままになってしまうというところがあるのではないかなと思っております でですので私どもとしましてはやはりその物流の可視化ということを今後、しっかりやっていきたいなというふうふに思っておりますしまた、そういったその物流の重要さ、重要性あるいは中核人材の必要性こういったことを社会あるいは企業の皆様方にですね経営陣の方々にしっかり PR をしていくということは行政としてやっていく必要があるというふうに考えております。ははいいありりがとうございますあのやはりこう問題 があのかなりこう根深くて歴史がある話なので、まあ、これなかなかすぐには変えるのは難しいと思うんですけど、まあ、先ほどから出てるやっぱり人材人変えていくのは人ですから結局は仕組みではなく人、まあ、そこが大事かなというふうに思っておりますでそこの話の議論をちょっと厚く、えー、これからまたしていきたいんですけどあのお三方の発表を聞いていて共通のキーワードありましたよねというのはあの公共性だとか 自社を超えるとかです、ね、全体っていう話があって私もそういう話をさせていただきましたけど、まあ、そういう全体最適あるいは自利利他自分だけの利益を考えない人も儲けさせて自分も儲けるもちろんですね、まあ、そういう人材をどうやってじゃ育てたらいいのかっていうことですよねここがやっぱり一番難しいと思うんですけどちょっとその辺に踏み込んでいきたいと思うんですね。 でもう一度、やっぱりあの f ラインさんやっぱりそれの代表でですねあのあれだけのライバル会社がですねあのー、集まってでそれでこう議論を今、深めているっていうのをあのさっきもお聞きしてですねいろいろなその自分も儲けなきゃいけないしそでも、それであの交渉してはダメだって話がすごい印象的だったんですけどどういうふうにそういう人材を育てていけばいいか。まあその 苦労も含めてですね、ちょっとその堀江、えー、様から恐縮ですけど <laughs>、何かそのどういうふうにこう全体最適を考えられる人材をこれから育てていけばいいのか、あるいは育てられるのかということもありますよね、そこについて人材の育て方ということも含めて、ですね何かもうざっくばらんでいいので、はい、ご意見いただければ幸いです2、えー、二つ続けて難しい質問ありがとうございます。えっと おそらくそれに対する明快な答えがここでお話ができるのであれば即座に会社を辞めてコンサルティング会社を開こうかなというふうに思っている次第であります。えっと わか,からないですね悩みながら今であっても F ラインプロジェクトの面々とはやっぱり今でも県け県んけんか,かくとやり取りをしてますしどういう方向性が目指すところなのかっていうのはやり取りをしながら進めてきている、まあ、あの実は一昨年からまた第2期みたいなことを我々の中では言ってですね第2期 F ラインプロジェクトみたいなことを言ってそもそもうちとしてはもう一回何がや,やりなかったらいけなかったんだろうみたいな話を例えば 社長会を年に2回ぐらい開い開てですねこんなことやろうとしてるんですけどいいじゃないかやろうよっていうようなところをトップのやっぱりコミットメントを得ながらでそういうことをやっていくとやっぱりその担当の頭の中にもやっぱりその自分ところの会社の利益だけではなくてですね やっぱりその危機意識を一つ認識をきちんと腹落ちトップから担当まですることによってこれを解決するためには自分たちだけが避けても結局後でうまくいかなくなる疾病返しが来るみたいなことが少しこういろんなことを繰り返していく上において。 で分かってくるみたいなことの繰り返し繰りり返返ししなななんじゃいいいかなとううふうに思います2019年にエフライン株式会社ができて、プロジェクトができてから2015年ですか、もう7年、8年経ってるわけですけれど、やっぱり日々まだそれを繰り返しながら <laughs>、で、正直言うとですね、人も入れ替わるんです。 2014年から7月からやってるんで僕も一番古い株なんでこれもいずれ消えてなくなりますのでそうなった時にどういうふうにこの F9 プロジェクトのこうなんか遺伝子をで今までやってきたことが正しいんではなくてその時と場合と時代において変わっていかなきゃいけないでも変えなきゃいけないもの何なのかみたいなところはまだ整理はできてませんし。 本当はそういうものを整理しながら人材育成みたいなアカデミアみたいなものをやっ作っていけばいいんでしょうけれどそれはやっぱり普段の業務の中でいろんな意見を言いながらあのこう軌道修正したりいろんなことをサジェッションしたり意見を言われたりとかいうことの繰り返しの中で作っていくとしか言いようがないなとでもう一つあるのはやっぱりその場に出ること行くことだと思いますやっぱりあの先ほど申し上げたように いろろんなところに人材をだから私どものプロジェクトをやってた人間が実は F ラインプロジェクトに出向 F ライン株式会社に出向してやったりとかですね向こうから出向してきていただいたりとかですねいろんなことをこうやりながら広い視野をだんだん持っていただくみたいなあのすごいかっこ悪いあの決め手にならないきれいな答えじゃないんですけれどなんか日々それをドロドロしながら。 やっていくことが一番人材育成の近道なのかなという気はしています。すみません、変なあのかっこいい答えで。いやいやあの多分一つの答えだと私もそれを思っていて、やっぱやってみないとわからないですよね。やってみる中でどんどんやっぱ育っていくので、とりあえずこう理論じゃなくてやってみて、その中でこうどんどん人が育っていくという話だと思うんですよね。でこの前も f ライン e 立ち上げられた深山、えー、元社長さんとあのお話しさせていただいて、もう 堀尾君なら大丈夫だっていう話を <laughs> あのあのだ遺伝子がちゃんとこうね堀尾さんにつな、ね、がってるんじゃないかっていうので思っておりました、えっと、石田さんはあの社内大学であのそういう、えー、経営幹部向けも含めた全体を見渡せる人材を今育成されていらっしゃるんですねでそのあたりでどういうことに注意しても自社だけじゃないんだと。 全体を考えるんだっていうそういうどういうふうなことを考えながらあの今、えー、教えてらっしゃるかっていうあたりもちょっとお聞きできでればと思います私どもの,、まああのまあ、社内大学で、まあ、あの受講者である社員にですね教えていることの一つにですねその、競合他社とのですね競争領域とですね、協調領域をですねまあ、よく考えてみようと。で えー、これはですね、まあ、その時期やです、ね、経営環境、えーまあ、それはお客様のです、ねえー、マーケット状況なども含めてです、ね、変わっていくんですけれども、えー、その時その時ですね、ふさわしいです、ね、協調環境、競争環境あ、協調領域、競争領域というのをです、ね、考えて、実際にアクションを取っていくということが、えー、非常に重要だと。で えー、よくまあ引き合いに出すのは海上、まあ、コンテナが生まれたときの話をするわけでございますけれども、これはあのー、コンテナ会社というのは熾烈つなああ運賃競争をして、ですね、えー、常に競争をしているわけですね。と同時に、ですね、えー、コンテナのサイズ、えー、あとコンテナ番号の形式、えー、これは一緒なんですね。えー、なもんですから あ違う船会社がです、ね、同じ港に入ってもです、ね、同じクレーンで釣ることができますし、えー、コンテナ番号の形式が一緒なのでコンピューターに打ち込む時もです、ね、同じ形式でできるとそれからあコンテナというのはあの海上コンテナというのは航空コンテナと違って補税輸送ができるわけですけどもこれはの初期の頃にです、ね、全世界的にです、ね、海上コンテナはまあ補税輸送していいということにしようじゃないかというです、ねまあ、全世界的な合意。 がありまして、まあ、公共セクターやですね、えー、iso や、えー、各種のまあ、えー、標準規格団体がですね。まあ、ここは協調領域だということでですね。一緒になって頑張って作った歴史があるわけですね。で、そこで例えば一社ですね。全部自分が独り占めしてですね。あの全世界自分のスタンダードで行こうというですね会社が多分まとまらなかった。 いいやいやちょっともうこれは無理だからここは協調領域にしようというですね議論があったわけですねじゃあその議論は誰がリードするのかというとそれはその時その時によるんだと思うんですけれども少なくとも事業会社も参加しないわけにいかないよねと、うん、で当然あみんなが集まる場ですので公共セクターの方も絶対必要ですし。 アカデミックなあ,あの知恵も絶対必要ですので、非常にこの合議の場というのが必要で、まあこれはねあの業種やあのその、えー、あのビジネスの種類によってその時おりに変わってくるんだと思うんですけども、そういったことに常にチャレンジしていく必要があるんじゃないかなというのはあのいつも思っております。はい。ありがとうございます。まさにコンテナはあの有名なねコンテナ物語っていう本をあの我々のバイブルですねあれは。 本当に感動して私もあそこで学んだのは自分の特許を捨てた会社ありますよねコンテナの,あの止めるのだからそれを取ってれば儲かるのかもしれないけど特許を開放してでそれで広まるとか完全に利他的な行為をされてるとやっぱそういう親分が現れるとやっぱ強いんじゃないかなっていう付け加えますとですね、はい、あの一つのパイの取り合いだという観念のままだと無理なんですねで 多分そのお互い争っていたらコンテナの市場というのは起きなかったと、でそうではなくて、あのあのパイを増や一緒になって増やすと、あの強調することによってです、ね、市場そのものが立ち上がって大きくなるというです、ね、市場をみんなで強,強調すること、利他の精神が市場を大きくすると、そこが理解できればみんなで手が取,取り合えるんじゃないかということなんじゃないかとです、ね、そうおっしゃるですねそこが見え,る見えてくると、多分皆さんが、ね、進んでいくという。 じゃああニッツさんいかがでしょう,もうあのあらゆる世界中日本中であらゆるものコンテナ以外もパレットの話もありますしいろんな標準化も含めてどうやったらこう自分だけの利益じゃなくてですね他も儲かるような仕組みを考えられる人材ができるかっていう社内大学でもいろいろやられてると思うんですけど社内のぜひお聞かせいただければあのー、やはり先ほどちょさ先のエピソードもちょっと言ったんですけれども。あの いろんなその上流下流って物流違いますしあるいはその荷主さんと物流会社の立場っていうのもこれ違いますのであのよくプロダクトアウトなのかマーケットインなのかっていう言い方もありますけどもそのお客様っていうかその市場がどういったことを望んでるのかっていうのをやっぱりこう,こういろんな角度から、えー、拾ってこれる人材なのでまあさっきあの堀尾さんもおっしゃったま、ね、したけど 逆に F ラインさんというところの物流機能会社に出向させる人事考慮をされたりとか、あるいは私どもでしたらお客様のところに駐在をさせていただくとか、お客様から私どもに受け入れるとかっていうのもあるかもしれませんけれども、そういった何でしょう、お互いの立場、それを分かった上でそれぞれ持ち戻って課題を解決するというようなアプローチ、こんなものが必要なんじゃないかなと思いますと。その時に私どもその 上流から下流までいろんなものを扱ってもらわていましてあのいろんな業界いろんなお客様の商材を扱うわけですけども多分その飲料やったら飲料の業界さんで固まって何かをしようと仮にしたとすると飲料って全部商品同じで重たいので詰め合わせても問題が解決できないかもしれないですよね。そのの時に例えば軽いい綿のような業界ととも付き合っていると 飲料だと上の3分の2はスペース空いてるけどもそこをわたわた詰めるんじゃないのっていうことの発想も出てくると、はい、でそういったなんでしょうことを起案できる問いを立てれる人材をこう作っていくっていうことが多分あの物流側でだからこそできるんではないかといろんな業界にまんべんなくお付き合いさせていただいているというところでそういったあのポジショニングが取れる人材っていうのがあの育てたいと思います。 そうですねやっぱりあの物流の人もそうですし、あと私も商社とかですね、いろんなものを見てる方って、ちょっとずつタッチしてるんですよね、いろんなところで、ね、そうすると多分ヒントとか気がついて、これとこれ組み合わせればいいやっていう、多分そういうところで、その会社もかるし、自分たちも儲かるみたいなのが育っていくんじゃないかっていうふうには、おっしゃると思いますね。 あの国の方としても多分あの、私もちょっと参加させていただいてますけど、その高度物流人材をどうやって育成していくかと、で特に今の話を聞くと、ですねあの自分だけじゃなくて人のためっていうのを、こうどういうふうにこの教育していくかって、教育っていうとあの、文部科学省になってしまうかもしれませんけど、国土交通省としてもそういう人材、やっぱりあのこう物流の問題っていうのはあの、人材だっていう認識もね、あの私、聞いていますので。 なんか取り組みに関して何かこう特,特徴のの的なものとかあるいは海外海外との比較とかですねいろいろやられてると思うんですけど物流人材教育に関しては国としてはどういう位置づけで今考えてらっしゃるかっていうちょっと簡単にお聞きしすみませんこれは全部あのシナリオないんですよ実は今日今思いつきの流れで全部皆さんやってるっていうこの素晴らしいパネルディスカッションになってて <laughs> ですね堀尾さんはじめちょっとご迷惑かけておりますけど岡野様にもちょっと 無茶ぶ,ぶりしてすいません、ね。ありがとうございます。はい、あの、私どもも当然その高度物流人材の育成が非常に重要であると考えておりまして、あの物流大綱の方にもも,もちろん記載されているということになってございます。で、あの先ほどからお話でございます。そのまあ、全体を俯瞰するような。 全体最適を考えられるような人材を育成するということは非常に重要だと思います。そのためにはあの先ほど不良様からもお話しあったようなやはりあの人人材人事交流ですとかそういったことが非常にやっぱり有効だろうと思っております。えー、ですので、まあ異業種での意見交換あるいは人,人事交流あるいは産学館でのですね取り組み、まあ、そういったことを進めていくということは非常に重要であろうというふうに一つ思っております。でまたあの 壁を乗り越える時にはその共通の敵といいますか共通の目標があるというのは非常に重要であろうと。 思いますのでそういう意味では今、チャンスなのではないかなという気がしています。というのはあの短期的にはあのいわゆる2024年問題というのはございましてあの、まあ、労働時間について消火、まあえー、勤務の時間についてトラック運転手についてドライバーについてです、ね、あの上限規制がかかるのが、まあ、2024年4月からというふうふになっております。まあ、そうしますとただ一切人,人手不足の中で、えー、運べない荷物が出るのではないかということも言われていること,でところでございます。まあこう こうしたことの危機感を共有するということは、まあ、あ,のある意味チャンスになるのではないかというふうに思っております。でまた、長期的にはあの地,球環境地球環境の問題ですね、気候変動の問題、SDGs の問題、こういったことについてをです、ね、共通目標と掲げて、壁を乗り越えていくというチャンスではないかなというふうに考えているところでございます。 ありがとうございますまさにその危機感とかですねさっきの話もありましたけどうまくいってる時って誰も何とも思わないんですけど危機感の時にやっぱチャンスだっていうのは皆さん共通した認識かなというふうに思いますであの利他に関して利他性のに関してはすごい実は研究がたくさんありますしてですねあのどういうふうにしたら利他的な社会組織にできるかみたいな研究が世の中にはあります これだけでは3時間講義できるんですけどあの非常に簡単に言うとですねいくつかのパターンが分かれておりますでそれは例えばあの両親とか肉親親戚これ絶対リタになりますよねお互い同士がつまりそういう血縁的な関係で結ばれていれば絶対リタになるんですねそれはでも企業ってそういうのは難しくて、まあ、家族経営っていうのはたまにありますけど、まあ、そういう肉親血のつながりっていうのはまずリタのあの 根本的ななベースになっているってこれ生物学で、も言われてるんですねでそうじゃない場合にはどうするかっていうと、互形性っていうキーワードがあってですね、あの互形性ってお互いがお互いにの恵みになると、そうすると、直接互形性と間接互形性っていう言葉がありましてですね、あの例えば、私が石澤様にじゃあ,あの何かおご、えー、るよと、そうすると、じゃあおごられたから次おごろうかみたいになりますね。 それをじゃあ見た報道関係者が、あのあ誰かがおごってね、それであの世の中うまく回ってるぞと、そうすると新聞に書いてくれると、例えばね。そうすると、我々の名声も高まるじゃないですか。そうすると、例えば私がおごるだけで、石田様から返すってもらわなくても、新聞が書いてくれたと。そうすると、自分としては名声が高まっているのでいいんですね。これ、間接語形性といって、誰かがこう最後に回してくれると。 だからそういう互形性があるとリタは生まれやすいんですね。で最後もう一つがさっきから話出てる通りありリタの方が儲かる仕組みにすればいいんですよあの。リコとかフリーライダーの人が入ってくると大体リタって駆逐されちゃうんですね。だけどリタの集団の方がトータル儲かるような仕組みを作っちゃったら勝ちなんですね。そうすると自然にそっちに人が入ってくると。で過去のいろんな研究であの まあ進化ゲーム理論という分野の研究ですけど、あのリタって何で生まれるのかって延々と科学者が議論してきてですね、まあ、そういうあのレビュー論文がえと最近出てるんですけど、まあ、今のようなところがなんかヒントになるのかなと。そうすると、リタをした方が、さっきもね、皆さんおっしゃってましたけど、得になるシステム。そうすると、審議官の岡野様がおっしゃってたように、物流費を見える化してしまう。見える化すると、 うやむやななんかこうあ怪しいところグレーゾーンがなくなってくるとじゃあこうした方がいいんじゃないかで,で結局、えー、共同配送した方が得になるとかですねじゃあそっちの方がいいんじゃないかとでそういうのがもう見える化されてないとですねいやー頼むよ二役は当然あん,あんたやるよねみたいになってですね <laughs> あの聞いてないよって話になるわけですけどやっぱそういう二役だって全部コストがかかるわけなのであの、まあ、私ばっかり喋ってもあれなんですけどなんかその 3つの仕組みまあ肉親で全部やる家族系ってのは難しいと思うんでそういうあのお互いがお互いをレビューしていくような例えばアマゾンのレビューでもこう誰かが監視してると悪いことできなくなるじゃないですかそういった意味でも互恵性の一つの種類だと思うんですけどなんかそういうのを聞いた時にこれ学者がすごい、えー、研究して導いた結論なんですけどいかがですかねこ,うこの話を聞くとあの何か。 石澤様なんか、なんかありますかね。どうやって我々、そのリタをやったらいいかってうそうですね。あの、あの、この今、三つのお話をいただきましたけど、まさにこの三番目をですね、いかに挑戦するかがですね、物流セクターにおけるですね。まあ、実務家のですね、使命だと私は思っておりまして、あの、私の、あの、あのプレゼンテーションで冒頭申し上げましたけども。 過去においてです、ね、その大きな成果を上げた事業家、まあ、大中小あって大に至った事業家というのは全てこの利他的なあのビジネスモデルを成功させた人たちなんですね。一番典型なのは海上コンテナでございますけどもでそれをもう一つちょっと深くお話をするとやはり市場を作ってるんですね。 今ある既存の市場の中でですねなんかポジションを取るとかですね視野を取るとかということになんですか注力している間はですねまるで違うですねあの市場を作るというところにチャレンジするここがですね利他的行動の一つのポイントなんじゃないかなと思ってましてで,、えー、ではじゃあそれをどうしたらいいのかと。 どういうふうにその人材を作ったらいいのかということでございますけども私も日々これに悩んであ,のあれこれ模索をしてるんですが、まあ、若い世代にですね、えー、市場創造をですねチャレンジさせてみるというのは。 一つのののやりり方なのかなかかとと思っってておりましてさっきの宇宙ビジネスとかねあれもそうですまさに実はですねあれはですねあのまさにこの利他的行動へのチャレンジということでやっておりまして船会社でですねロケット飛ばす会社なんてないわけですね。そんなりますとですね競合他社もですね口をあんぐり開けてこう見るしかないと。 だったらどうですかと出来上がったらですねご一緒参加しませんかとでもさすがに最初の,あの入り口をやったんでシェアはちょっとぐらいよろしいですかなんていう話になると円満にですねえ業界が立ち上がるしまだ誰もですねえやったことないでえそもそも地球全体で見てですねロケットを飛ばすための燃料が減るだけといいことだらけなんですね。 でえー、じゃあ、そういうのいいことだらけの話の中で,です、ねえーその、初めて市場を作った会社がです、ね、ほ、えー、他,他の業界を招くということを、あそれが多少の差はあれどです、ねえー、をすればです、ね、利他的なモデルが成立するのかどうかなんていう、ね、チャレンジはやっております。 これうまくいくかどうか、ま,あ、まだあうご期待でございますけども、そんなようなことをですねあれこれ試行錯誤しながら、ですねとにかくチャレンジをするということは間違いなく必要なのかなという気はいたします、はい、そうですね、既存のものを変えるのはすごい大変だけど、新しいものを作って、そこでまずはロールモデルじゃないですけど、何か成功していくっていうのも一つのソリューションかなというふうに、ね、今聞いてて思いました。あありががとううございいまますあののさんんかかかででしょうかねなんか今までの議論 そうですね関節互形成に相当するのかも分かんないんですけど例えばその先ほど先生おっしゃったビターの方が儲かる仕組みを作ったが勝ちとで、まあ、これと関節互形成をこう掛け算して考えた時にさっきあの審議官も申されておられましたその環境問題対応みたいなことが一つのキーワードかなというふうに思っていましてあの先ほどの共同配送ですとかあるいはその詰め合わせなんかも全部その トラックダイスが減るとか燃料が今減るっていう話も直接ありましたけどもあのそこで CO2 削減に貢献しているという,う座組を作るとですねコストで還元されるっていうのではなくて例えばその非財務価値が向上するというその今の例えば TCFD の賛同がどうだとかありますけどもそこへ向き合ってる姿勢が結局企業価値として評価されて。 違った形で帰ってくるというスキームも成り立つのかなと今のお話を打ち切ってちょっとあの思ったところですねで、まあ、そういったところをあのいろんな業界をまたいでコーディネートできる立場っていうのを生かしながらあの貢献することも間接互恵性につながるのかなというふうにちょっと今あの感じました、はいえー、堀尾さんいかがでしょう何かあのコメントあればぜひ <laughs> 何でも。はい、はいあの また切れ味の悪いコメントになってしまいますけれどまあ日々それは悩んでいるところでありますで少し感じているところはあのちょっと妙な言い方になりますけれど何と何を比較して利とするかっていうのが実は人によって尺度によって違うっていうのが現実のやり取りの中では生まれているのかなとでそうすると何が必要になるかっていうと やっぱり分かりやすいストーリーを作っていかに相手に理解してもらうかっていうこの能力はやっぱり必要なんじゃないかなというふうに思います。こちらが理だと思っていても相手が理だと思わないとそこはやっぱり接点はないわけでしてそれは非常に何か重要なまあ人材育成ということに無理やりあのこじつけるわけではないですけれどそこの能力というのは非常に必要なんじゃないかなという気はいたしますですね。人の意見 であのプレゼンにも共通してますけど、やっぱりコミュニケーションっていう、多様性とコミュニケーションっていうのは非常にやっぱり大事で、あの物事を進めていく上で、1人でできることっていうのはね、ほとんどないですから、いかに相手の立場で分かりやすくコミュニケーションするかっていうのも、あのこの業界、これだけ多様なプレイヤーがいる中ですごい大事かなというふうに思いました。